はい、どうも、舞台裏隊のノベルです。おはようございます。はい、ということでですね、一人で本日は動画を回してるんですけども、実はですね、去年の正月かな、ちゃんとお部屋を脱却するという動画を撮ってから、実は全然ね、動画が出せてなかったんですけども、コツ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 片付けてました。まあ、半年以内にね、達成できなかったんで、ちょっと罰ゲームという形で私も、ちゃんと、ね、罰ゲームをもらってたんですけども、その動画が、こちらです。どうぞ!ノベルさーん!さあ、ノベルさんの罰ゲーム、お伝えします。今回は、部屋の片付け中に、いらなくなったものを売って、いくらになるか企画にしてください。お願いします。ワクワク。というわけでですね、罰ゲームの内容、マジか、いや、致し方がない部屋が汚かったままな私が悪いので、ということでやっていこうとは思うんですけども、まずはですね、いるもの、いらないもの、ちょっとどっちか迷ってるものとか、あと、まあ、いるものの中には入るんですけども、仕事用のものだったりとか、仕事で使ってたけど、今ちょっとその仕事がお休みになってて、これがさっき使うかもしれないものとか、ね、いろいろあるんで、ちょっとずつ仕分けしていきたいと思います。その中ででもですね、ノベル系、とんでもないぐらい本が多いんですよ。っていうのも私がすごい雑食で、びっくりするぐらい年間本読むんですね。小説もあれば、それこそビジネス系の本もありつつ、資格の本もありつつ、最近だと麻雀の勉強をする、ま、麻雀の勉強する本だったりとか、あと一番多いのは漫画です。年間何冊ぐらいだろうな、多分ね、言うは100冊は普通に超えるんですよ。下手すると半年で、まあ、100冊超えてくるかなぐらいの量を読むんですけども、とりあえずね、もう読まなくなっちゃったものとか、なんだろうな、ちょっと展開が私が苦手でもう買わなくなっちゃったものとかを、少しずつ少しずつ処分していこうと思います。ネットショップで売るというよりかは、近くにね、そういった本を引き取ってお金に換えてくれるっていう本屋さんがあるので、そちらに持ち込もうかなと思います。で、今回はちょっと私自身が行けないので人に頼むんですけども、どれぐらいの量を出すかっていうのを発表したいと思います。ということで、ちょっと紙袋見えてる。はい、ということでですね、紙袋に詰めてみました。はい、よいしょ。ちょっとね、仕事がよく使う東急ハンズさんの紙袋いきますよ。せーの、ドーン。はい。音聞いた、どすんだって。一旦ね、今回は、たどり着けたところまで、まあ、あの部屋見ていただいたらわかると思うんですけども、たどり着けないところの方が多いので、まず、たどり着けた範囲で、まあ、先ほど言った通り、ちょっと展開が苦手で、ちょっともう買うのやめてしまったものとか、あとはですね、ノベル結構ズボラなんで、同じ本を買ってしまったりとかってすることがあるんですよ。それをちょっとまとめさせていただいて、今回は多分そんなにない。できる限りね、管理して覚えとこうとは思ってるんで、買ってない本の方が圧倒的に多いんですけども、ダブってしまった本とかを、まずまとめて、売ってみようと思います。ということでですね、次回の動画は、どうなるんだろう。次何をどうしようかな。まずね、いろんなところにたどり着く道を作っていきたいと思います。ということで、本日の動画はここまで。これからね、ノベルの部屋がまだ掃除してなかったんかいっていう。でもあるとは思うんですけども、どんどん綺麗になっていくと思うので、頑張ってねの意味を込めてグッドボタン、もしくはチャンネル登録してずっと見守ってやってください。よろしくお願いします。それでは以上、舞台裏対ノベルでした。バイバイ。